はい、今ねどこにいるかというと、ウクライナの首都のキエフにいます。キエフの、チェルノブイリツアーというところにいます。アントレイ坂の、途中にあります、旅行会社です。チェルノブイリ専門にやってる会社なんだけどね、チェルノブイリということで、キエフから90キロぐらいの距離です。チェルノブイリと聞いてこの時代に生まれてなかった人は知らない人もいるかもしれない。ただまあ時事に詳しい方だったらもちろん知ってることだと思うんだけど、いわゆる1986年、旧ソの時代にチェルノブイルの原発事故ということで、ね、起こりました。これは日本でも、ね、かなりニュースでずっと流されてね、有名になったわけですけど、その中で、キエフからチェルノブイルに行けるツアー、各旅行会社扱ってるわけだけどね、その中でも評判がいいのがこのチェルノブイルツアーということでアントレイ坂にあるところです。で、先ほど申し込んできてね、プラスアルファでやって143ユーロ、日本に大体1万9000円ぐらいですかね、ちょっと高めですけど、申し込んできました。まあ、こういう感じです。で、明日の朝7時30分から8時頃に、駅のね、ところで集合して、そこから、夜、だいたい8時9時ぐらいに帰ってくるということでね、ちょっと長めになりますけど、気合い入れて行ってきます。で、まあ、こういう感じです。チェルノブイリということでね、90キロということで、実際そのキエフも避難区域に、指定されていたよ。なんか酔っ払いの人が絡まれたな。酔っ払いの人なんか言ってたな。で、まあこんな感じでね、いるんですけどね。で、チェルノブイリということでね、90キロ先なんです。だから本当に近いわけですけどね、ただ風の影響で一時避難区域だったのが、避難区域が解除されて、ここは大丈夫と、天候に被害ないということでね、されてわけですけどね。チェルノブイリということで32年、33年、あ、32年経ちますけどね、明日行ってきます。